2人でロゴを作りました。招待状やエスコートカードにも入れさせていただきました。バンケット with ラフター、笑顔があふれる食卓という意味が込められたワードです。私はいつも優しく家族を大切にするかなこさんに惹かれました。これからは私がいつもかなこさんの味方であり、一生守っていくことを誓います。私は毎日楽しく生き生きと生活していて、一つのことに一生懸命な浩平さんを好きになりました。これからは私が浩平さんの支えとなり助けていくことを誓います。最初にかなこと出会ったのは中学校の剣道部で、その時はただの先輩後輩という関係でした。その関係が4年前、久しぶりに再会した時は正直電気が走った気持ちで綺麗だと思いました。これがよく言うビビッときたっていうやつなのかな。家族を大切にしているかなこや家庭的なかなこの姿を見て結婚を決めました。時には厳しくズバッと正直な気持ちを言うかなこは僕を引っ張ってってくれています。そんなかなこが大好きです。いつも優しく支えてくれてありがとう。これからも楽しいことだけじゃなく辛いこともあると思うけど、一緒に乗り越えていきましょう。そして2人がおじいさんおばあさんになっても一緒にいましょう。時々僕がリハビリをします。2人で笑顔があふれ幸せな家庭を築いていきましょう。これからもこの先何十年もよろしくお願いします。